今回はこちらですね。まあ今見ていただいている通りの状況なんですけれども、また子供が被害者という状況になってしまったんですよね。まあ一方の時点では、これお母さんというのを同情するというようなね、そういうまあコメントもちらほらとあったんですけれども、 まあ少しずつ内容が分かってくると、まあちょっとかなり同情はできないかなと。まあ子供が完全な被害者だなというようなことなんですよね。また前回もですね、あの福岡の方でありました、お母さん運転をしていて、 まあ反対車線にはみ出し、そして向こうから来たバスと正面衝突。で、お子さん二人が死亡。チャイルドシートをちゃんと使っていなかったということがかなり問題となったんですよね。まあ、あれからまだ1ヶ月も経っていないというような状況にもかかわらず、また今回このような事故が起きてしまった。場所はこのような道路なんですが、まずは第一報としてはこちら。 第一報として出てたのが11時44分。まあ大体ね、お昼前ぐらいに出てきたんですよね。帰宅途中だった後部座席の生後5ヶ月の赤ちゃんが死亡。母親が運転の軽乗用車が電柱に正面衝突。母親も怪我し、病院搬送、チャイルドシート、着用の有無などを捜査。大阪の方でありました。9月の13日なんですよね。 9月の13日午前3時45分過ぎに鶴見区の路上で24歳の母親が運転する車が電柱に衝突する事故がありました。この事故で車の後部座席に乗っていた生後5ヶ月の女の赤ちゃんが怪我をして病院へ搬送されましたが死亡した。 車を運転していた母親も怪我をして病院へ搬送されたということですが、意識はあるということなんですよね。母親らは当時帰宅途中だったということで、警察は赤ちゃんがチャイルドシートを着用していたがなどの事故の詳しい状況を調べておりますよというようなことだった。まあ、この状況だったら、まあ、母親の方に同情の声は実際にあったという状況なんですけれども、まあ、この後に少し出てきたものというのが、まあ、こちら。 まあ、夕方16時15分のもので、まあ、これ以降の、まあ、出てきた情報というものは、今回の動画には反映をしておりません。ここの部分で何が変わったのかというと、ここ。車には母親の知人男性も乗っており、同社は今後、 母親や男性から知事情を聞いて事故の原因について捜査をするというようなことなんですよね。だからこの状態、朝午前3時40分頃に、まあ先ほどのこちらだと帰宅途中で母親の知人の男性も乗っていた。で、知人の男性というのは、まあ、こちらの方の記事には、 20代の知人の男性も乗っていて病院に搬送されたという状況。それが午前3時40分頃なんですよね。だから全て全体的なのを見ると、まあ、帰宅途中ということ。これが何を意味しているかですよね。まあ、いろんなことを考えられるとは思うんですが、仕事の帰りだと、まあ、仕事からの帰りとか、 まあそういうことがつくと思うんですが、まあそこの部分が書かれていないということは、まあそういう状況ではない可能性は結構あると。まあ知人男性という状況、まあどういう関係性なのかはわかりませんが、知人男性と、まあこちらの女性ということは、まあ夫婦ではないということ。それで午前3時40分に、まあお子さん、生後5ヶ月のお子さん、まあこのあたり、まあいろいろな憶測が出てしまうところではありますけれども、 チャイルドシートは後部座席にあった。だけど、していなかったのではないかなということですよね。で、まあ先ほども見ていただいた通り、まあこの電柱なんですよね。この電柱に、まあこうぶつかっているんですが、まあここの場所なんですけど、そんな大事故になるような場所ではないんですよね。 場所はですね、こちらなんですよね。ちょうど、この電柱にぶつかっております。この電柱に方向は、こちらから来て、思いっきりぶつかったという状況なんですよね。だから、まあ、ここに、まあ、自宅があるんですけれども、このおちご自宅の、まあ、車のすぐそばですね。これ、2024年の8月なので、まあ、およそ1ヶ月ほど前の状況なんですよね、これが。 だからまあ夜中3時40分という状況だとおそらくここの位置にボクシーは止まってたと思うのでまあボクシーも何かしらの被害がまああったと思うんですよね。だからこの家の人なんかかなりの音がしてたと思います。で、ここの場所、じゃあそんなに死亡事故になるような道路なのかというと、ここの道路のまあいわゆる制限速度ですよね。じゃあ何キロだっていうと、この、まあちょっとねデリカがいるので見えないんですけれども、ちょっとねこう動くと見ての通りなんですよね。いわゆる20キロという状況。 だから制限速度20キロなんですよね。ここの道路を向こうから走ってきております。向こうから走ってきていて、まあ確かに中央線はないんですが、朝の3時40分という時間帯に、まあここの部分で電柱を避けれないという理由は、まあ基本的にはないですよね。20キロで電柱にぶつかった状態で、母親、そして 横に助手席に乗っている知人男性、そして後部座席にいる、ま、生後5ヶ月のお子さん、ま、この辺が、ま、病院に搬送され、お子さんが、ま、死亡してしまうということがあり得るのかというと、ま、通常はあり得ないんですが、ま、実際にはこうやってあり得るということですよね。ま、考えられる状況は、ま、飲酒をしていた可能性も、ま、十分考えられるんですよね。 ただ、電柱にぶつかって、まあ、怪我をして、そして病院に搬送されるという状況は、まあ、ある程度このぐらいの速度は出ていないとならないという速度は出てくると思うんですよね。そうすると、じゃあこの20キロなのかって言ったら、ま、違うと。30キロなのかって言ったら、それもまた違うと。まあ、40、40ということもないんじゃないかな。まあ、そうすると、ま、速度的には50とか60とかは出ていた可能性はありますよね。それが3時40分という夜中。 まあその状況で考えていくと、まあ通常の状況でここの電柱に当たる理由というのは見当たらない。まあそうするとまあ印象していた可能性もかなりあるんではないかなと思います。まあただですね、まあ情報が出ておりませんのであくまでも可能性というような話になってくるんですよね。だからこういうふうな形で事故をする場所なのかといえば、まあそういう場所ではないと。 だから電柱のこのカバーを巻いているという状況を見ても、まあ激しくぶつかったっていう状況。そしてここのブロックのとこですよね。ちょうどここですよね。ここのブロックというものは無傷ということになるので、もう完全にこちらのご自宅、家のとこですよね。この近所の家のところまで突っ込んでるわけではなく、もうまっすぐおそらく来て電柱にぶつかってる。若干曲がっておりますよね。だからここが少しこの電柱に向かって右に曲がっていってる道を、 まっすぐ行けば電柱にぶつかる形になるんですよね。だから中央よりやや左を走っているとそのまま行けばまあ電柱にぶつかる。だからまあそういう状況でぶつかった。ということはまあシラフで走っていなかった可能性もあると。まあよそ見の可能性もありますけれどもまあそのあたりねおそらく続報は出るのではないかなと思います。 で、まあ問題になるのはやはり女の子は亡くなってしまったっていうところがまあ一番の問題点という状況で、まあどういう関係性とかっていうのも基本的には関係性が、関係がないんですけれども、まあこれ、チャイルドシートですよね。まあチャイルドシートをしていて、まあ亡くなるということは、まあ通常それだったらチャイルドシートの意味がありませんので、まあしていたという可能性はかなり低いと思われます。 まあ、ルールとしてはこちら71条の3、普通自動車等の運転者の遵守事項。まあ、ここに1、2、3と3つあります。で、赤く塗られているとこと緑のとこがあります。緑色はね、正し書きが全て同じようにあるんですけれども、第1個と言われるところは運転者が座席ベルト、シートベルトを装着しないで自動車は運転するなよ。 第2項に関して運転者は座席ベルトを装着しないものを運転者席以外の乗車装置に乗車をさせて自動車を運転するなよと。だから助手席、そして後部座席、まあそういうところに座席ベルトを装着しないものを運転席以外のところに乗せるなよと。 で、3のところというのが、幼児用の補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転する内容。これがチャイルドシートを使わずにという状況ですよね。だから、ちゃんと使わないと意味がないという状況にはなります。で、すべてが正し書きがあって、正し書き、基本的にはこの疾病ですよね。まあ、病気や療養上適当ではない。まあ、こちらの方も同じようなことが書かれている。そして、ここも同じように書かれている。 で、ここのところですよね。運転者以外に座席ベルトをさせるという部分には、幼児には、この幼児用のこちらですよね。補助装置を使えという風になってくるので、まあ、ここの部分の、ま、幼児はここから外してあるということになります。だから、ま、この3つなんですけれども、まあ、ぶつかってる状況で、まあ、病院に運ばれてという風に見ていくと、まあ、誰一人ベルトしてなかったのかなというような気がするんですよね。まあ、そうなると、 まあ、こちら、座席ベルトの装着義務違反というもの。こちらの方は、今のとこですよね。71条の第1項の規定に違反する行為。そして第2項の規定に違反する行為。だが、まあ、こちらの本人がしていない。まあ、その他、助手席、後ろの席、ベルトをしていない。だが、この両方ともというのは同じで座席ベルトの装着義務違反が一定ということになります。ただし、ここの部分のカッコ書きがあります。カッコ書き。座席ベルトを装着しないものを、 運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転する行為については高速自動車国道等におけるものに限るというふうになっておりますのでだからこの後ろの席というものに関しては違反なんだけど違反の点数はありませんということになってくるとだからルールとしてはこちらの方の第2項という部分で白よとなっておりますが まこちらの方の装着義務違反というものに該当するのは高速自動車国道等の場合に限り、そして運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置なので、助手席というのがベルトをしていない場合は、ここは該当しますが、後ろの席がベルトをしていないというのは、まあ、一般道の場合は義務違反には該当しないというようなことになってきます。 で、こちらですよね。用事用の補充装置使用義務違反。こちら、チャイルドシートを使ってない。これが71条の3の第3項の規定に違反する行為なので、まあ、それがこちら。ここの部分ですよね。そこをやっていないという状況は、用事用の補充装置使用義務違反なので、これは一点ということですよね。まあ、どちらも一点という状況で、まあ、もうちょっとね、 点数高くてもいいかなという気がしますけどね、2点で。結局、命はベルトをしていない人、自分の、だからまあ自己責任って言っちゃえば自己責任になるんですよね。だからまあ点数、そして反則金ないというふうな考え方もできるかなと思うんですよね。他人に何かっていう状況にしてるわけではありませんので、まあだからまあこういう点数なのかもしれないと。じゃあこういう場合に行政処分はどうなるかというと、まあ今回のケースというのは、 まあお子さんですよね。まあお子さんというのの命を奪っている状況にはなってきますので、まあやはり行政処分というものがまあ出てくるだろうと。そうすると安全運転義務違反だと2点。そして座席ベルト装着義務違反は1点。そして幼児用補助装置の使用義務違反は1点。まあここら辺のところの可能性ですよね。だからここの部分をちゃんとしていたという状況になれば安全運転義務違反の2点ということ。 で、お子さんの方が亡くなってしまった。それが、まあ、運転していた人のもっぱらの不注意であることは、まあ、この状況だと間違いないだろうと。そうすると20点。20点と2点を足せば22点というふうになります。そうすると22点なので免許の取り消しは1年。これがまあ、不注意じゃない。まあ、その可能性はまあ、ほぼないかなとは思いますけど、その不注意じゃない。そして、ベルトの義務違反だという状況になると14点。14点の場合は免許の停止が90日。 15点になって初めて免許は取り消しという状況になってきます。だからまあ今回のケースに関しては、まあ行政処分としては免許の取り消しなんではないかなと思います。で、現状はですね、まだ この後どういうふうになるかというのは警察が今現状調べている状況ですよね。事故原因と。だからまあここの母親という部分が、まあ例えば飲酒をしているとかね、そういう状況になってくると、まあ逮捕という可能性も当然出てきますし、まあそうじゃないっていう状況になると、まあこのままという状況もあります。まあここら辺のことは、まあ状況がね、わかりませんので、まあ続報が出てきたらという状況にはなりますが、 まあこれがですね、まあ逮捕という状況になると、自動車運転処罰法、まあ該当するであろうとすると、まあ危険運転のまあ第3条、もしくは過失運転第5条、まあこちらのどちらか。まあアルコールだというような状況で、まあそれがひどいなということ。アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で自動車を運転し、よってそのアルコールを 影響により正常な運転が困難な状態に陥って人を負傷させたものは12年以下の懲役に処し、人を死亡させたものは15年以下の懲役に処するというような状況になります。これはですね、アルコールの影響で正常な運転に支障が出る恐れがあるということ、まあ、っすぐ歩けないような状況で運転をしたことによって正常な運転が困難な状態に陥るという必要性があるので、なかなか該当しないんですよね。 この状態だと人を死亡させると15年以下の懲役ということになります。で、過失運転という状況は自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させた場合というのは7年以下の懲役もしくは禁錮または100万以下の罰金という状況があります。だからここはですね、飲酒運転をしてるしてないは関係がないので、まあ警察の方が逮捕するとなったら、まあ基本的にはこちらの過失運転というのは まあ現状でも電柱にぶつかったというのは運転上必要な注意を怠っていて人を死傷させたという部分には該当してくるのでまあ逮捕するという可能性はまあ現状でも十分あるかなと思いますまあ場所的にねここの道路なんですよねだから制限速度20キロまあそれをね向こう側から走ってくるここ若干広いんですがその先信号のとこちょっと狭めですよね 上空から見るとこんな感じ。ちょうどここのところに20キロとありますよね。ここのところなんですよ、ね。ちょうどここにある電柱にぶつかっているということなんですが、引くとこんな感じになります。ちょうどこれは下のところにネア側が流れておりますよね。そのネア側のところのちょっと北のところをまっすぐ上に向かって伸びているところの、まあ、ここ。 まここにですね、学校がありますよね。というようなところなので、まあ、どこから走ってきたのかはわかりません。どこから帰宅してきたのかはわかりません。だから寝屋川沿いを走ってきて、ここのところをまあ左に入って、そのまままっすぐ上に抜けていくという状況もできますし、まあ、手前のところの信号のところを左曲がってっていうのもできます。だからまあこの辺に家とかもありますので、まあ、そういうところからの帰宅という可能性もあると。 まあ状況としてね、まあ続報等が出てきたらまたね、皆さんにご紹介しようかなとは思いますが、まあ被害者は結局のところお子さんだっていうことなんですよね。まあおそらくチャイルドシートをちゃんとしている状況であれば、まあ電柱はこういう状況にはなっておりますが、命が奪われるということはまあおそらくなかったであろうというようなことは言えますよね。これで命が奪われるんだったらまあチャイルドシートの意味はあんまないかなというような気がします。運転者、そして助手席。 知人男性というのの,の命は別状はない軽症だというような状況なので、まあ、チャイルドシートっていうのはきちんとしといていただきたかった。まあそれぐらいのことはやはりね、親としての責任かなというふうには思います。 まあね、こういう人っていうのは、前回のあの、福岡の方のはみ出していって、お子さん2名が亡くなったというようなニュース。まあそういうのにも一切興味がなく、自分には関係がないということで、まあ普通に走ってる。まあこういう人がね、世の中たくさんいるので、まあ被害になる子供というのはなかなかなくならないのではないかなと思います。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録のもよろしくお願いします。